YO!YO!3年間お疲れ様でした。お疲れ様でした。この3年間の中に一番楽しかった思い出を教えてください。楽しかった思い出、高校生活ね。高校生活か、はい、受験に3回落ちたことえ、マジ？マジ？俺は、なんだろうな、学校でしょ。うん、なんだろうね、あ、やっぱあれ、アリバとかと縁談、縁談？え、縁談やったの？縁談じゃねえわ、あれじゃん。なんだっけ、なんか体育、あれとか楽しかった、体育とか楽しかっただけですか。そんぐらいしかないな。え、文化祭とか、文化祭はどう？なん、寝てたからな、俺ありがとう、じゃあ寝てたからな。3年間お疲れ様でした。お疲れ様でした。3年間お疲れ様でした。お疲れ様でした。この3年間の高校生活に一番楽しかったの思い出を教えてください。楽しかった思い出は2年生の時の文化祭です。歩こう2年生の時の文化祭です。2年生が楽しかったです。全部、あーね、わかる。2年生の方が楽しかったよね、やっぱり。一番なんか一番、うん、暴れてたし、いろいろあったしね。そう、いろいろとあったし、じゃあ2年生が楽しかったです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。オリバー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 。3年間お疲れ様でした。お疲れ様です。あ、こっち行こうか、ライティング。この3年間の高校生活について一番楽しかった思い出を教えてください。一番楽しかった、2年生の修学旅行ですね。あーね、いろいろやったらいいよね。しかもお前誕生日だったしね。そう、あれ食べたっけ、ピザ覚えてる？食べてない。なんで？え、お前怒られてた。そう、怒られてたよ、ね、募集、ピザを募集されてさ。あとは運動会とか。ああ、運動会、体育祭ね。体育祭ね、縁談。うん、それが一番楽しかった。一番楽しかったね。ありがとうございます。いいです。3年間お疲れ様でした。お疲れ様です。そう、ayun po, no, may pajalibi. First, may pajalibi tayo, pare. Yeah!Yo, gearbook namin, bro. Yuka! Marupok! Eto, interview na gila. 3年間お疲れ様でした。お疲れ様でした。この3年間の高校生活を、高校生活について一番楽しかった思い出を教えてください。一番楽しかった思い出、やっぱ2年生の夏、一番楽しかった。いや、やめろやめろ。はい、黒歴史だけど、めっちゃなんか今でも誰の黒歴史？私の黒歴史。あ、どうでしたか？え、めっちゃいいもん。いや、今もいけないよ。いろいろ大変だったけど、はい、マジでなんかいい仲間に出会ったし、なんかたくさん笑ったし、なんか1年の時は一人だったけど、はい、になってからなんか友達を広めたみたいな。そうそうそう。ああ、なるほどね。それですか。楽しみかけてます。あと、俺のブログ出てきてありがとうございました。本当にありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様。3年間お疲れ。お疲れ。3年間の高校生活について一番楽しかった思い出を教えてください。クラスかな。クラスだけ、うん、何年生のクラス？今と出かけるときの焼肉。3年間お疲れ様でした。はい、3年間、この3年間の高校生活について一番楽しかった思い出を教えてください。文化祭が一番楽しかった。なんでですか？ゆかの映画作ったの。ゆうかの映画がすごい面白かった。だけ？誰が編集したの、それ？ジャロンの、ホラー映画もすごい楽しかった。どうしたの？ジャロン？え？そうちょっと…ジャロン！最後の最後で間違えちゃったの。いいよいいよいいよ、大丈夫です。だけ？よかった。じゃあ、3年間お疲れ様でした。俺のブログ出てきて本当にありがとうございました。終わりにするの？もう終わりなの？もう終わりです。3年間の高校生活について、一番楽しかった思い出を教えてください。部活です。
だけ。お前来てないのにさ。うるせえもう。部活とやっぱみんなと行ったから楽しかった。ありがとうございます。ありがとうございます。3年間本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。うるせえ。この3年間について、あの3年間の高校生活について一番楽しかった思い出を教えてください。一番楽しかった思い出、はい、3年間というか2年間ですね。そうですね、はい、2年間を教えてください。修学旅行と最後の文化祭、はい、ああ今年の今年の文化祭、今年じゃない、去年だわ。去年どっちでもいいやどっちでもいいよそれだけ。うん、じゃあ3年間お疲れ様でした。お疲れ様でした。俺の最初のブログを出てきてありがとうございました。どういたしまして。面白いし賑やかだし、あとみんな歌うまい。3年間お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。え？言えよ。お疲れ様でした。はい、行け。3年間お疲れ様でした。お疲れ様でした。質問なんですけど、はい、この3年間の高校生活について一番楽しかった思い出を教えてください。みんなとの思い出。ああ、そうだ。やっぞ。もう一回もう一回。はい、テイクトテイクトポイント。こんにちは、皆さん。はい、こんにちは。質問なんですけど、はい、3年間の高校生活について一番楽しかったな思い出を教えてください。土日だけ。だけ。先生がゴミのことを話した。いつもゴミのこと話す。先生、ゴミのことをもう話さないでくださいね。もう先生。先生。先生。なんか言ってるよ。で、2期は？みんなとの思い出だって。え？みんなとの思い出です。でーす。そうです。待って、先生通す。先生いいよ。先生入りたいの。じゃあ、3年間ありがとうございました。ありがとう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。3年間お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとう。この3年間の高校生活について一番楽しかったな思い出を教えてください。毎日楽しかった。授業中で早弁するやつだけですか？それだけ。やりすぎて分かんないよ。文化祭とか体育祭とか、全部楽しいんだよ。2年生とかは、2年生とかどう？2年生の時、1年生の時どう？1年生の時一緒だったよね、2年生の時。一緒だった、俺。めっちゃうるさかったよね。カンニングの時もうるさかった。カンニング、うるせえ、うるせえ。しかもさ、もう席替えする時にもう俺の席決まってるし、一番前だし、もう最悪だよ、マジで。うるさいやつらがいる。そう、はい、俺のブログ出てきてありがとうございました。ありがとうございます。あと3年間お疲れ様でした。お疲れ様でした。卒業してもまた遊びましょう。遊びましょう。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ガイズ。あー、3年間お疲れ様でした。ポンタキな。先生、エゴエゴありがとうございました。いえいえ、 YouTube の回数増えたら私にも言うのがいる。でもめっちゃすごい有名な YouTube だからね。今おごるよ、先生。今でも今おごってくれ。おごってあげるよ。本当に？いや、100円でいける。卒業式やった。この3年間の高校生活について一番楽しかったな思い出を教えてください。体育祭ですね。体育祭ですか？体育祭、はい、毎日ですね。毎日、まあね。授業中が楽しかったです。だけですか？うん、みんな大好きですね。みんな大好き。こっちも大好きです。あとはプータンギなもんが大好き。あとはベッド。Thank you for everyone here, my but stranger word. And I'm so glad learning many, many Tagalog, Filipi word. So thank you. Salamat po. Salamat po. Oh, my blog is detected. Thank you very much. Kaibigan! We are Kaibigan! Best Kaibigan! Hey! Ja, 3年間! Thank you very much!
ありがとう、バイバイ、ありがとう、バイバイ、バイバイ、3年間ありがとうございました、ありがとうございました、3年間お疲れ様でした、お疲れ様でした、急にわざっぱな、待って待って、いい感じ、そう、言うよ、何あれ、nagpa-picture kami ni Yuka sa film camera ni Salo. Film camera bang tawag nito? Vintage camera niya. Tapos film lang. Eh, dalawa na lang yung film. yung dalawang film na lang yung natira. At si Yuka naman, wala pang countdown. Kumbaga, one, here I go, boom.待って、ちょっと怒りたい。Di si Yuka naman, hindi niya alam na vintage camera. So, trinayin niya ulit. Eh, yung last film, ha? あっちはラストのやつ上昇だよ。Let's go! So, ayun, no, mga kasalong, pas, kaka-uwi ko lang ng bahay. Yun pa, isang pa ba ako uuwi, di ba? So, ayun nga, kaka-uwi ko lang ng bahay, and, guys, malapit na magtapos ang school life in Japan. Like, isang video na lang, which is yung graduation ko. Yung graduation ko sa isang araw pa gaganapin. Kaso nga lang, bawal pumunta yung mga magulang gawa nga ng coronavirus. So, kami-kami lang muna mga estudyante. Alam mo yung parang walang kwenta pumunta ng graduation kasi hindi mo kasama yung magulang mo. Hindi nila makikita yung pagtawag ng pangalan mo sa stage. Parang wala lang din. Ikaw lang din yung naka-obserba ng nangyari sa'yo. Wala lang. No kaya yun? Pero walang magagawa eh. So ayun, move on tayo guys. Ayun nga, malapit na magtapos ang school life in Japan. Isang video na lang which is yung graduation. Ayun yung pinaka-last na magiging school life in Japan video ko. And yes, mahirap tanggapin na wala na, tapos na yung school namin, tapos na yung high school life. Pero kailangan tanggapin kahit mahirap kasi life goes on, bro. Life goes on. And ayun yung mindset ko, life goes on, lagi na lang. Life, kung may mangyari sa akin, okay lang yan, life goes on, pare. So, ayun lang lagi nasa mindset ko. So, ayun nga no guys, gusto ko muna magpasalamat sa inyo dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi ako makakating sa punto na to, which is malapit na ako magkaroon ng 500,000 subscribers. And malapit na siguro nga. By graduation ko siguro, mga nasa 500,000 na siguro yun. Ayun na siguro yung regalo nyo sa akin. Maraming salamat guys. Baka naman. And ayun nga, malapit na magtapos ang school life in Japan, guys. Maraming salamat talaga sa inyo. Kundi dahil sa inyo talaga, hindi ko makakamit itong 500,000 subscribers na to. And hindi ko din ma-achieve itong boto na to, no? Maraming salamat sa inyo. And maraming salamat din sa mga sumuporta. Maraming salamat sa mga kaklase ko, no? Laking pasasalamat ko sa kanila. And sana someday kita uli kami, magkakompleto, and then doon ako mag-vlog. And nag-iisip din ako kung anong i-vlog ko pag graduate ko, no? Kasi nga yung college na papasukan ko is September pa, so hindi ko alam yung gagawin mula April hanggang August. So ayun, guys, magbigay po kayo ng content, please. Kung mga gusto nyong makita, gusto nyong gawin ko. And ayun lang. So, dito na nagtatapos yung video, no, mga salompas. Huwag nyong kakalimutan i-like, huwag nyong kakalimutan i-subscribe, nyong kakalimutan i-turn the bell on. Yon. And see you on next vlog. Bye-bye.